帰りの電車の中。心地よい気だるさと座席の揺れ。そして、音楽。私の持っていた音楽を楽しそうに高島さんは聴いている。何曲か彼女に聴かせてから、その表情を見てジャンルを固定する。どうやら高島さんはクラシックがご趣味のようだ。それは毎年外国で行われるニューイヤーコンサートでの、演奏であることを教えてもらった。天才と言われた指揮者、そして世界で最も有名なフィルハーモニー、ワルツ、ポルカ、行進曲、踊る旋律。一定のテンポで揺れる車内はまるでそのリズムをとっているようで。音楽データが入ったポッドに置かれた私の手にそっと高島さんは手を添える。曲はちょうどポルカ観光列車と画面に題名が出ていただけなんだけど、私たちが乗るのは単なる鈍行電車だけど、気分は音楽と同じように軽やか、景色は輝いて見えるようだ。クラシックお好きなんですか？いやね、昔さ、母親が厳しかったからさ、ピアノとかまで習わされたんだよね。ピアノ弾けるんですね。うん、まあ難しいのじゃなければなんとか。なら、今夜、弾かせていただけませんか？今夜？はい。ピアノがあるお店を私知ってます。そうなんだ。はい。と言っても、これも好きだった方に教えていただいたお店なのですけどね。そうなんだ。一緒に行ってくださいませんか？いいよ。喜んで。なんかここ、お酒とか飲む店だよね。そんなことは気にしない。さあ、この席に座ってください。ていうかこの店さ、ちょっと。ごめんなさいね。すっげえごめんなさいね。個人的な話になるかどうかはちょっとわかんないですけど、これあれじゃん。キマイラじゃん、これ。キマイラの左右反転じゃん。キマイラっていうのは何かっていうと、このね、素晴らしき日々の、数年後に出された、同じメーカーの作品で、桜の歌っていう作品があるんですよ。まあ、うちのチャンネルでも実況動画出しとるんで、そっちをね、見てもらえたらいいんだけど、そこで登場人物たちがバイトしとる、喫茶店があるんですよ。ちょっとなんか、独特な。それがこれです。世界は繋がっとるっていう一応のあれはあるんか。まあまあ、こっちの方が先なんだけどね。ああ、なんかちょっと個人的にグッときたな。確かに、ピアノがある。はい。これを。そう言うと、高島さんは私に鍵を渡してくれた。これは、ピアノの鍵です。このバーの。ピアノの鍵持ってるとか、この店でバイトでもしてるの？高島さん。どうでしょうね。名前は、バー白秋卿。なんかバーって本当に同じような形してるんだな。初めて来たのに見慣れた風景みたいだ。これって、私弾いていいのかな？問題ありませんよ。ピアノ、触ってください。あ、うん。音を出してみる。調律は程よくされている。やっぱいいな。雪すごいいいよな。絵になるよな。というか触りやすいピアノだ。なんだかこのピアノと私は相性がいいのだろうか。何か聞きたい曲ありますか？はい。最初はエリック・サティ。ピカデリーがいいです。へえ、サティとか好きなんだ。いい趣味しているね。弾けるんだ。そうですね。サティはいい趣味です。かっこいいですよ。何珍しい。字が自賛かな？そうなっちゃうんですかね。でも奇遇だね。私もサティ好きなんだよね。ゆっくりと銀盤の上に手を広げる。少しだけ目をつぶった後、私は指を躍らせる。鍵盤を叩くとともに流れ出す幾層もの音色で、一枚の楽しげな模様を織り上げる。それはとても楽しげなテンポ。明るく、華やかで。それでいてなんか懐かしい。素朴な感じがする。サティの音楽はまるで家具のように人の世界の中に溶け込む。静かに聴く高島さん。私は楽しく音楽を奏でる。どうだった？素晴らしかったです。私も楽しかったよ。ピアノとか弾くの久しぶりだったし。でも思いのほか腕は落ちてないな。家のピアノとか全く弾いてないから腕とか全く落ちてるとかと思った。もう一曲いいですか？ああ、いいよ。何にする？ユキ様が一番好きな曲をお願いします。私が一番好きな曲？はい。一番の曲を。一番か。ピアノの前で私は目をつぶる。そしてゆっくりと広げた手を。音楽が始まる。私が一番好きな曲。高島さんは嬉しそうに聴いている。彼女はこの曲を知っているのだろうか。サティが好きなら知っているのかもしれない。有名な曲だ。夢見る魚か。それがこの曲の題名。水の中に住む魚が見る夢。そんなものを連想させるような旋律。サティの曲の題名は内容を表してない場合が多いという。自分の曲に題名をつけることにより聴く人間に固定したイメージを持たれるのを嫌ったからだと思う。だから彼の曲には奇妙な題名のものが多い。胎児の干物、犬のためのぷよぷよとした前奏曲、官僚的なソナチネ、梨の形をした3つの小品。その例を挙げればキリがない。でもこの曲から受けるイメージは、そのまま魚が見る夢の形だった。どうだった？なんで？はい。ありがとうございます。なんか泣いてる？いいえ。泣いてなんかいませんよ。でも。いいえ。ありがとうございます。今学期ももうじき終わりですね。そうだね。今日はサボっちゃったけどね。はい。だから今日で終わりです。今日で終わり？はい。だから無理言って、遊園地に付き合っていただきました。それって、どういうことなの？ちょっと意味把握できないんだけど。私、今学期で転校するんです。え？今学期が終わる20日までしか、この町にいられないんです。そうなの？はい。すでに引っ越しもほとんど終わっていたのですが。せめて今学期まではということでこの町に残っていたんです。そう、だったんだ。だから、明日が最後なんですよ。ユキ様のところに泊まっていられるのは、あさってには、この町から離れなくてはいけません。でも、そこまでしてこっちに残った理由ってなんでなの？聞けば、親御さんはもう移動しているって話だから、結構無理までしてこの町に留まってたんだよね。はい。両親には無理を言って、今学期までこの町で過ごさせてもらってます。それってなんで？何かやり残したこととかあったの？はい。その通りです。最後にどうしても会いたい人が、私にはいたんです。それで、あの伝承を思い出して。あの伝承？世界そのものの少女と、空の少女が出会う場所。あの伝承は、この町では一種のまじないになっているんですよ。まじない？有名ですよ。やっぱりユキ様は知らなかったのですね。あれは、好きな人に出会えるおまじないなんです。そうなんだ。じゃあ、高島さんが最後に会いたい人って、好きな人だったんだ。はい。なら、まじないなんかじゃなくて、ちゃんと相談してくれれば、私たちで探すの手伝ったのに。いいえ、探す必要なんてなかったんですよ。え？探す必要がなかった？はい。そのまじないはちゃんと聞きましたから。聞いたって、高島さんは好きな人と会うことができたってことなの？はい。おかげさまで。でも、おかしくない？好きな人見つかったのに。その間ずっと私の家なんかにいて、何やってたのよ。だから、私が会いたかったのはユキ様。あなたです。私？そうですよ。少し整理させてね。まず私たちは同性だし、さらに言えば、私はあの瞬間まであなたのことは知らなかったし。そうみたいですね。でもそれは単に、ユキ様の物忘れが激しいからですよ。同性が問題あるとしたら、それは私だけじゃなくて、あの二人にも言えることですよ。あの二人って。鏡さんと司さんですよ。それは多分勢いっていうかノリでね。そうかもしれませんね。多分そうだと思います。でも、人が人を好きになるって、そういうことじゃないですか？それとももっと計画的に、人は人を好きになるんですか？いや、そうじゃないけど、なんというか。私、この数日間、とても楽しかったです。最初はユキ様のことが好きで、ただユキ様と一緒にいたいと思ってただけでしたけど。でもそのうち、私は鏡さんも司さんも好きなことに気がついてしまったのです。みんなと一緒にいるのが大好きでした。高島さん。鏡さんとユキ様を取り合ったり、司さんと遊んだり。だから、ありがとうございました。世界少女と空の少女の出会いの伝承。それはそのまま少女たちのおまじないになっていたらしい。私たちがこれから探そうとしていた空は、探そうとしたその瞬間に高島さんの手の中にあった。それが答えだった。